で、今度は Yahoo アクセスランキング、今日の Yahoo アクセスランキング、今度は経済ではなくて、ここ経済です。海外ですね。を見ていきたいと思うんですが、1番目はスペイン、ドイツが準決勝へベスト4を揃うワールドカップサッカーという記事なんですが、そうですね。準決勝は2010年7月6日6日にケープタウンでウルグアイ対オランダ、7日にダーバンでドイツ対スペインの顔合わせが行われるというふうに書いてあります。10番目、視聴率も金で買う時代、地方局による視聴率操作が蔓延、中国という記事なんですが、で、文章の最後にはこうしたモニター世帯買収を行っているのは各テレビ局である局なので、あるモニターによると特定のテレビ局を視聴し続けるだけで月額200元のお手当のほか、毎週のように米や食料油などの贈り物がもらえるというふうに書いてあります。日本でも一度あったんですが、日本テレビだったと思うんですけども、ありました。で、サンプル視聴率を取っている世帯を見つけたという、本当は見つからないはずなんですが、視聴率を調査する会社の車を探してその後をついていって視聴率を、視聴率のモニターとなっている過程を見つけたということがありましたが、メキシコ湾の、原油漏れの事件なんですが、事件というか事故なんですが、こういうふうに書いてあります。原油回収の切り札、台湾巨大タンカーですくい取り浄化作業開始というふうにあるんですが、台湾企業保有の巨大タンカーを使い、海上の原油をすくい取る作業の実験が2010年4月2日に始まった。成功すれば油で汚れきた海水を1日あたり50万バレル、約、7950万リットル処理できるようになり、現場の採掘権を持つイギリスメジャー、国際石油資本 BP とアメリカ政府も原油回収の切り札として期待を寄せているというふうに書いてありますね。なんとか相当漏れてるので早く原油が止まればいいんですけども、純不動なんですが、7番目、空飛ぶ車、飛ぶように市販へ、免許は、陸、空必要という記事なんですが、
2011年にも市販される見通しの折りたたみ式翼を伸ばすと軽飛行機に変身、時速約 185km で、航続距離を約 740km というふうに書いてある。1機約1700万円で、まあ、19万4000ドル、約日本円だと1700万円で、すでに70件の注文が来ているという。免許は当然自動車用と航空用の 2つが必要になるというふうに書いてあります。あと8番目なんですが、自国の経済先行き明るいが、中国が 81% でトップ、日本はわずか 18% というアメリカ調査があるんですが、そうですね、まだまだ中国ですね。日本はアジアで最低の比率だったというふうに書いてあります。そうですね。で、まあ、これで一回終わりたいと思います。